にはお宝いっぱい発見スズランド。すごいよ、俺初めて見たよ。あ、綺麗だよ。俺函館出身だけど初めて見たよ。本当。うん。はい。究極の本当に、はい、この階段を、はい、これを例えばじゃあ我々が登らないって言ったらどうするんですか。お仕事なんで。俺たちタレントにこの階段を登れってあんたはそういうわけだ。めんどくせえなこいつ。あ、はいはい、タレントだよ。いいよ。この一段一段がね、はい、チェーマン。チェーマンで。使ったこともねえさ、単位を言うんじゃねえよ。わー、ちょっと、これ、これ、すごい。上から桜を見ることなんかあんまなかったよね。興奮してるね。すごい。桜の絨毯だよ。こんな桜あったらしげちゃんもついつい踊り出しちゃうんじゃない。出しちゃうかな。うん、出た。出た。いつの間にかしげの。イエーイ。あ、すいません。あ、すいません。すいません。この踊り見せていただいて。いいですか。じゃあ見せちゃおう。すいません。じゃあ失礼しまして。はい。ふう。イエーイ。やりました。昔。困らせるんじゃないよ。実はこれがこの五稜郭公園のマックスの絶景ではないんです。いやいや、マックスだろ。いや、マックスでしょ。トラトラトラでしょ、これが。出てくるぜ、4人組。うん。マックスではない。マックスよって。マックスじゃないってことは何？スーパーモンキーズ？来ちゃうな、みえちゃん。何？朝日に見る、この五稜郭公園の桜もすごく綺麗だと思っていて。朝日？ああ、まあ確かにね。晴天で、無風で、いう条件が揃えば、もう幻想的な。じゃあそれね、明日朝早いわけでしょ？ここに4時半。4時半でしょ？じゃあ、岩本ちゃん。はい。取ってきてよ。頑張ってね。うん。いやいや、これはお二人主役なんで。いや、主役はこの景色でしょうが。う、我々なんかも。は、箸よね。うん。だから、岩本ちゃん、明日4時半？うん。頑張って。取ってきちゃって。ちょっと、谷田さん、ご説明。急に谷田さんもびっくりするじゃないですか、そんな。朝。谷田さん、満開ですか、もう。そうですね、はい。桜の状況は完璧ですね。完璧。ってことは、明日必要なのは、お堀の水が波立ってない時に取り、はい、見ていただきたいんですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんなに雲っぽくないみたいなんで、行けつくと思います。あ、行けそうですか。はい、山本さん、今日行けそうです。カメラ回してるもんだから、てっきり僕に来るのかなと思ったんですけど。ホテルの窓から見たら山の稜線も見えてたので、あ、多分コンディション悪くないんじゃないかと思ってます。すいません、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、乗っていただいて。こんなに早く行かなきゃいけないもんなんですか。はい、3時半ですよ、だって3時半。あ、違う、3時半じゃない、4時半か。4時半前ですよ。ここかな。ここですか。ちょっと、もしかしてこれですか。はい。ああ、これは確かに絶景だ。すごいね。はあ、こういうことか。これはすごいよ。そしてやっぱ風もないしね。そう、無音無風。こんなに水面が鏡みたくなるんですね。そこに映る桜のお花たち。うわ、これは朝しか見れないんだ。もう3日ぐらいしか1年で満開なんてないと思うんですけど。1年で3日？そんな短いんですか。本当にお堀の
水に、はい、桜が反射して綺麗に、リフレクションしてるっていう状況なんです。時間にしてどのぐらいなんですか？まあ、多分もう30分とか1時間とかぐらいが、見るタイミングという感じです、ね、1年のうちの3日でさらにその中の30分、うん、